特攻に使われる70年前のロシア軍戦車、ウクライナ南部に到着。ロシア軍は古い戦車に4.5 トンの爆薬を詰めてからウクライナ軍の戦線が見えるところまで走らせ、ギアを前進に固定し、それから乗員が脱出する。ウクライナ軍の陣地に向かわせて、タイミングを測って引き金を引くか、ミサイルやロケット弾を命中させて爆発させる。何このフォーブスの記事。ロシア軍は戦車を自爆ドローンのように特攻兵器として扱い始めてるの。旧式とはいえ戦車は戦車でしょ。もはや正気じゃないわね。もう自暴自棄になっちゃったのかしら？この攻撃に使用されているのは、70年前に開発された T54、55のようだな。冷戦時代を代表する第一世代の主力戦車であり、史上最も生産台数が多いとされる戦車だ。今年3月に鉄道でウクライナへと送られている映像が確認されていたものの、さすがに古すぎて前線で使い道がないのでは？と思われていた。しかしこの記事の言うように特攻に使うのであれば、なるほどなぁという感じだ。ただでさえ古すぎる戦車まで稼働させなければいけないほど戦車が足りてないはずなのに、それを特攻に使うとは。ロシア軍どうなってんですかこれ。というよりも T54、55はそういう形でもないと使えないという感じだろうな。レオパルト2やチャレンジャー2など現代的な戦車を有するウクライナ軍の機甲部隊と普通に戦っても勝ち目はない。古いが量だけはある旧式戦車をなんとか活用する方法を考えた結果、このような使い方に行き着いたのだろう。ということで今回は、ロシア軍も自暴自棄、戦車不足なのに。戦車で自爆特攻してしまうと題し、ロシア軍が使用している T54、55の前線での活用方法について述べていこうと思うぜ。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、ためになった、とか思ったら、チャンネル登録と高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問等あれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。さて、ロシア軍が T54、55という旧式戦車を引っ張り出してウクライナ戦線に投入し、あろうことか特攻兵器として使用していると話題になったわけだが、この T54、55は冒頭でも述べたように、1947年頃、第二次世界大戦の終了後のソ連において開発された第一世代の主力戦車だ。日本の戦車だと61式戦車が同じ世代ね。80年近く前の兵器ということで当然ロシア軍からは退役済みの戦車であるが、3月23日近辺にロシア国内で鉄道で輸送されている T54、55の映像が公開されて話題となった。その理由はもちろん、ロシア軍がこの戦車を、ウクライナの戦場で利用するために輸送しているのでは？と考えられたからだ。これはこのような旧式の戦車でさえ引っ張り出さなければいけないほどにロシア軍の損失が重なった結果でもある。T72 や T80 はもちろん、T90M など最新鋭とされてきたロシア戦車が次々と撃破や露獲されてますからね。戦略国際問題研究所 CSIS の報告によれば、ロシアが戦争開始から1年で失った戦車の数は1845両から3511両と見られているとか、この第一世代戦車がまさか現代に復活するとは？という憶測には、世界の軍事関係者も驚きを隠せなかったことは言うまでもない。なぜなら、T54、55で西側諸国の現代的な戦車と戦うことは不可能だからだ。こちらの画像は左側が T54、55、そして右側がイギリスのチャレンジャー2の画像であるが、このサイズ感が示すように、T54、55を現代の戦車戦で活用することはほぼ不可能だぜ。ちっちゃ、打ち合うまでもなくプチッと踏みつぶされて終わりちゃうんかこれ。開発当初はソ連を代表する優秀な中戦車であった T54、55も、さすがに現代においては攻撃力、防御力、機動性、すべての面でスペックが足りていない。レオパルト2やチャレンジャー2が供与されてるウクライナ軍とまともに戦っても勝ち目ないわよね。なので2023年3月にこの戦車の輸送が確認された時は、ロシア軍は歩兵支援用の砲兵部隊における自走榴弾砲のようにこの兵器を活用するのでは？と考えられた。つまりは主力戦車として最前線に配置し、ウクライナ軍との戦闘の真正面に立って戦うわけではなく、前線部隊の後方に配置され、後方から砲撃を行ってウクライナ軍の陣地や歩兵部隊を攻撃、前線のロシア軍部隊の支援を行おうという考えだ。確かに後方からの砲撃支援であれば、防御力の面での懸念はないわね。ちなみにこのように戦車を自走榴弾砲のように扱う事例は昔からいくつもある。しかしそう使うにしても、そもそもの性能が低いという問題は残ったままだ。旧式の T54、55の射撃精度は、決して良いものとは言えず、何より車体が小さいため、搭乗員の空間はあまりにも小さくてストレス負荷が大きい。また、現代の戦車に比べて装甲が薄い割に砲弾は用意しなければいけないため、一度敵の攻撃を受ければ、火薬に誘爆して吹っ飛ぶなんて可能性が高い。いくら砲撃支援用の兵器として利用できるとはいえ、これで戦わなければいけない現代のロシア兵もなかなか不安が大きいものがある。これに乗れと言われた兵士の絶望感半端なさそうだわ。では一体 T54、55をどのように使うのかという話だが、2023年6月に入り、ロシア軍がこの T54、55をなんとウクライナの前線に配備したことが判明した。実際に活用されている方法がそれまでの予想とは違ったものであることでまた話題となったぜ。それが今回フォーブスが報じた特攻兵器としての活用だ。こちらの映像は実際にウクライナ東部のドネツク地方でロシア軍が T54、55を自爆特攻させている様子だ。どうもこの中には6トン近くの爆薬が搭載されていたようで、地雷に捕まった瞬間に、凄まじい爆発が発生していることがわかる。中に乗員がいたらひとたまりもないわねこれ。この映像では地雷に捕まってしまっているが、このように突っ込ませて爆発させる方法が、ロシア軍における T54、55の通常の扱い方になってきているようだ。T54、55をウクライナ軍の陣地に突っ込ませ、陣地内で停止したところに別の部隊が離れた位置から砲撃を行い、ウクライナ軍の陣地で爆発を起こそうというのである。爆薬の搭載量にもよるが、成功すれば150メートル範囲の兵士を即死に至らしめ、900メートル範囲で負傷させるという、かなり強烈な特攻だけに、かつての第二次世界大戦末期の日本軍が開発したような、特攻機の謳歌を思い出してしまうところだ。もはやロシア軍、兵士の命を投げ捨てて陣地を攻撃しているというの。これは完全に末期と言わざるを得ないわね。いや、ロシア軍は大量の爆薬を搭載した T54、55を一人でまずは操縦し、ウクライナ軍の陣地が近くなってきたところでギアを前進させたまま操縦士が脱出。無人のまま前方に走るしかなくなった T54、55を、ウクライナ軍の陣地に突っ込ませているようだ。一応決死の突撃というわけではないのね。さすがにロシア軍でも兵士の命と引き換えにすることはなかったか。とはいえ、装甲車をすでに1万両近く失ったロシア軍が、戦車を特攻兵器として扱い始めているところは末期症状と言わざるを得ませんね。ちなみにこの戦車を突撃させて爆発させる攻撃は、イスラム国がシリアやイラクで多用した戦法でもある。自動車に大量の爆弾を搭載して、イスラム国は生身の人間に運転させ、一種の誘導兵器のようにしていたので自爆車両、自爆テロとも言われていたぜ。ロシア軍の戦車爆弾は一応、乗員が脱出した後に遠距離から爆発させるという形になっているが、爆弾を車両に積んで敵陣地に突っ込ませるという発想は同じだ。足りない戦車を特攻兵器として活用しているというのは救いようがないようにも思えるが、実はこの戦い方、相手のウクライナ軍にとってはかなり厄介な戦術でもあるんだ。ここからは、この戦術の妥当性について深掘りしていくぜ。何度も言うように、T54、55は現代の戦車としてはあまりにも力不足の戦車だ。装甲が薄くて防御力もなければ、搭載された 100mm 砲では攻撃力も不十分だし、砲撃精度も悪くて不安定。自走榴弾砲のように活用するとしてもあまりにも粗末だ。前線に送り込まれたロシア兵としては、戦車として活用するのはもってのほかだし、榴弾砲として使えなくはないが、それでも信頼性が低い。このままでは無用の長物でしかなかったわけだ。そんな T54、55にも最大のメリットがあった。それは大量に保管されていて数だけはあるという点だ。さすが世界で最も生産台数が多い戦車とも言われてるだけあるわね。無人になってウクライナ軍の陣地に突っ込ませるというなんとも正確性の低そうな戦術だとしても、もはや骨董品と化した兵器を活用する上では、損失をそこまで気にする必要もない。少なくとも戦果を上げられるなら、眠らせておくよりはマシって判断というわけですか。戦車に爆薬を詰め込み、選ばれた兵士に運転させ、敵に向けて走らせてから飛び降りる。なんとも驚くべき戦術ではあるが、対応しなければいけないウクライナ兵としてはなんとも厄介な話である。それはいわば大量に空を飛来してくる自爆ドローンと似たようなもので、陸上を進撃してくる大型自爆ドローンみたいなものだからだ。しかも、装甲が薄い、という特徴がここに生きてくる。装甲が薄いために T54、55は防御力が低いので、比較的簡単に大きな爆発を起こすことができるからだ。普通に戦車として考えたらデメリットだけど、故意に爆発させるというこの運用方法なら利点になると。問題は大量の爆薬を搭載した T5455 が、ウクライナの陣地に侵入したタイミングで砲撃を狙って当てられるかどうかだ。これはそんなに簡単な話ではなさそうだが、もし成功すれば T5455 は簡単に木っ端みじんになるはずだ。T5455 が爆発して元は戦車だった鉄くずが当たり一体に吹っ飛ぶようなことがあれば、それはとてつもない殺傷能力になるだろう。もはや超大型の手榴弾のようなものだ。戦車同士の戦いなら対処は楽だが、歩兵にとっては最悪の部類の兵器だな。絶対に相手にはしたくない。事前の迎撃自体はそんなに難しくはないだろうが、やはり大量の数が存在することがネックになってくる。量があれば自爆ドローンと同じように何機かは迎撃を回避することができますからね。戦車の方は攻撃とか考えると恐ろしすぎますね。もともと保管状態にあった兵器ということで失敗しても大して痛みがないロシア軍に対し、失敗したら致命的な打撃を受けるウクライナ軍。あまりにも厄介すぎる戦術だ。話を聞いただけではなんとも愚かな作戦だが、実際のところ反転攻勢を行うウクライナ軍にとっては、地雷原とともにネックになる兵器と戦術ではあるだろう。いくら古いとはいえ戦車は戦車だから、歩兵にとっては脅威だし、対抗しようと思ったら対戦車ミサイルがないと難しいものね。旧式戦車相手にジャベリンなどの消耗を強いられるってだけでも面倒だわ。しかもこの旧式戦車の対処に追われている間に、ロシアに新しい戦車を生産されてしまうという点もあまりにも厄介だ。現在のロシアは西側諸国による制裁の結果部品が足りず新たな戦車の製造は停滞していると見られているが、それでもロシアは1ヶ月で約20両の戦車を製造可能であると戦略国際問題研究所 CSIS は述べている。ウクライナ軍としても、ロシア軍の近代的な戦車が不足しているうちに、この特攻作戦をなんとかしのいで反攻を進め、今の前線を突破しておきたいところだ。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、チャンネル登録して他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。